どうも大輝です。冬場寒い時に俺の80エンジンの方からキュル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 って音がしてきました。で、雪国の方特に聞いたことある音かと思うんですけども、この音ってファンベルトが緩んでる音なんですね。ベルトが緩んで滑って擦れてキュルキュルなってるってことなんですけども、この前ボンネット開けて確認してみたらベルトは緩いわ、あとよく見たらベルトにひびが入っているのがちらっと見えたので交換しようと思いました。ファンベルトと隣り合ってエアコンベルトもあるのでそれも交換していきたいと思います。早速ゴー。はい、エンジンルームです。ファンベルト、エアコンベルトがどこにあるのかといいますと、このラジエーターとエンジンの間ですね。ファンベルトがこの奥の2本で、この手前のやつがエアコンベルトになります。で見てみるとすごい緩いしひび入ってました。これを交換していきます。はい、今回やる場所が場所で見づらいので図で説明させてもらいたいと思います。これは車のボンネットを開けたところを真正面から見たところの図になるんですけども、この点線で書いたのがエンジンブロックですね。でこれがクランクプール、オルタネーター、ウォーターポンプ、エアコンプレッサーってあって、あとテンショナーですねってあるんですけども、まずファンベルトがこの3つに2本がこうかかってるんですよ。でこれはじゃあどうやって緩めたり張ったりするのかっていうと、オルタネーターのとこさ、このジグがあって、この矢印の方向にこう動くようになってます。そういうことによって張ったり縮めたりっていう感じで調整します。でこっちのエアコンベルトの方も一緒ですね。エアコンのコンプレッサーとクランクプールにかかってるんですけども、これもテンショナーここにあって、これはこの縦方向に動くことによって張りを調整します。でエアコンベルトが車体の手前側にあって、ファンベルトが奥に2本あります。だからファンベルト取るにもエアコンベルトを外さなきゃなんないんですよね。エアコンベルト取ってからファンベルトを2本外すっていうことになります。でこのウォーターポンプのジグサー、ラジエーターファンがついてます。ラジエーターファンとハウジングの間をこのベルトたちをかわして取ってこねばないんですよね。それがちょっとこうめんどくさいって感じです。でちなみに組む時も一緒です。先にファンベルトを、ファンをうまく通して奥に入れてやって、このプーリーのそれぞれの溝をはめる、2本はめて、それからエアコンベルトもファンをうまく通してこのそれぞれのプーリーの溝にはめてやる。で最後に全部針を調整するっていう感じになります。こういう位置関係と大体のやり方です。はい、じゃあまずエアコンベルトから外していきます。これですね、これのテンショナーがこれです。これを調整するボルトがこれです。これを締めたり緩めたりすることによってテンショナーが張ったり緩んだりします。あとこっちもですね、プーリーのナットも緩めます。これとこれ緩めるとテンショナーが下に落ちてって外れるようになります。はい、じゃあエアコンベルト外します。ここまではいいんですよ。するとこのファンにかかってるんですよね。ファンちょっと回したりしながら、今立ち上げたんで、じゃあよいしょ、よし来た。はい、こうやって取れます。はい、じゃあ次にファンベルト外していきます。ファンベルトはエアコンコンプレッサー、これですね、これの真下、これがオルタネーターなんですけど、ここのネジ、これが調整用のボルトです。でこっからはちょっとカメラで撮るに撮れないんですけど、この調整用ネジの先にオルタネーターを固定しているボルトが1本あります。これがまず上からの緩めるやつ、これオイルパン、この大きいのがクランクプーリーで、オルタネーターが下から見るとこれになります。でその下のボルトっていうのがこれ、これを緩めてあげます。でトータル3本です。じゃあやってみます。
はい、オルタネーターのネジ緩めて、でオルタネーターをグッとこじると、こうやってベルトがふにゃふにゃに緩みます。もうあのこれは目いっぱい緩んでるくらいな状態です。じゃあこれから外していきます。新品は、まあ、あの単純にすすけ具合とかなんですけど、この状態と、はい、あのプーリーサードルね、全然違います。もうあの本当にゴムが劣化してバギバギに壊れちゃってます。次ファンベルト旧新全然違います。こんな感じです、はい、こんな差があります。はい、じゃあ新しいベルトをつけていきます。で俺はなんですけども、ベルトの品番とかが後で見やすいように自分の方にこの字を向けていつもやってます。こうなります。外すときはもうベルト大抵伸びてるんで、どんでもこんでも外れるんですけど、新品のベルトってすごいきついんですよね。だからなんぼでも楽に入れるように、プーリーの K がちっちゃいのからつけてた方が俺はいいかなと思います。プーリーの K が大きいと R が緩いから入れやすいんですけど、きついと本当に引っ張ってあの入れるに大変なんですよね。だから今の場合で言うと、オルタネーターからこうやって影でやって、次に K はでかいけど一番奥にあるクランクに影で、ちゃんとウブの溝に入ってるの手でこう3ミリの角にして影でやります。しきた、これでファンベルトはかかりました。はい、じゃあ最後にエアコンベルトつけていきます。こんな感じでかかります。エアコンベルトで言うと、こっちゆるゆるの状態でアジャストボルトでベルトを張る方向に回してって、ベルトが張ってきたなってなって、よしこんくらいって言って、でそれからこっち締めるときつくなりすぎるんですよね。なのでこっちで、まあ、ちょっと緩いかなくらいにしといて、最後にこの決めるプリンのナットを締めることによって、でこのプリンがグーってこう起きてくるので、それでまた張らされます。なのでそれも計算に入れた上で、こっち締めて、でこっち決めて、で最後にこう見るって感じに調整していきます。でこれはオルタネーターの締めも一緒です。アジャストボルトをある程度締めでやって、で最後にオルタネーターを止めてる2本のボルト、グッと締めで見て、締まりすぎでないか緩すぎないかを確認するっていう手順になります。
りあえずこのくらいかなって感じで仮に召してみました。でこの状態で完成じゃないんですね。ベルトがちょっと熱かかって馴染んだりとか、いろいろ今張りたての状態とエンジンかけて回してみた後の状態って変わるんですよね。なので5分くらいエンジンかけて回して、その後にもう一回改めて調整で、そこでいい位置決めで完成ってことになります。5分くらい回してみて様子を見ました。張り具合また確かめてみたんですけど、今のところ全然問題なさそうです。ちょうどよく張れてると思います。今回で俺は一発で決める気はあんまなくて、やっぱりちょっとエンジン回したくらいじゃ馴染めないんですよね。なのでやっぱ何百キロとか走って必要な分締めていくっていう方がベルトの寿命も長いかと思うので、俺はそういう風にしてます。なので今後また数百キロ後に様子を見たいと思います。はい、これでファンベルト、エアコンベルトの交換作業を終わります。ご視聴ありがとうございました。セバマンツケツまで見でっけれども、見でいいと思ったらグッドボタン、そしてチャンネルの登録もしてけで、ヘバマンツアド、ツイッターも頼め。はい、皆さん、はい、えっつね